韓国の博物館に展示されている七紙等のレプリカサイエンスミュージアムに展示されている開社機関2号のレプリカレプリカとは複製品のこと。本来はオリジナルの制作者自身によって作られたコピーを指していたが、現在では制作者かどうかは問わないことが多い。ローマ帝国ではハドリアヌス帝の時代には職業的な複製業が成立し、 ギリシア時代のほとんどの作品のレプリカが作られた。原作が失われてしまった場合は、レプリカが学術的、芸術的に重要な価値を持つ。レプリカは彫刻や金属製品の場合には、シリコーン樹脂を用いて細部の凹凸に至るまで正確に型を取り、原資料に忠実な彩色を施して製作される。古文書や絵画資料の場合は、 連続会長で精緻な複製が可能なコロタイプなどの印刷が用いられるほか、絵画などでは模写も行われる。レプリカで再現する資料の状態は、使用目的によって異なり、候補の汚れや彩色、破損や欠損状態なども忠実に再現されることもあるが、場合によっては、それらを補って制作当初の姿が再現されることもある。レプリカは、 しばしば博物館の展示用などの歴史学的な目的のために制作される。時にはオリジナルが存在しない場合もある。一例を挙げると19世紀にバベッジによって設計された開作機関2号は実機が制作されなかったが、1980年代に計算機師研究者のアラン・ジョージ・ブロムリーによって設計図をもとに復元され、現在は ロンドンのサイエンスミュージアムで展示されている。博物館展示においては、文化財などの展示物は、温度、湿度や照明、空気質、振動など資料に与える影響を考慮し、展示環境を整え、木製品や金属製品などは、合成樹脂などを用いた保存処理を施した上で展示が行われるが、資料の依存状態が悪く、博物館施設への移動が、 状態に悪影響を及ぼす懸念がある場合や、博物館施設への借用が困難な場合などには、レプリカを制作して、代用展示を行う。化石レプリカ個性物を研究する場合、標本は貴重なため、レプリカを作成してから研究することがある。採集が困難な場合も、レプリカを作成すれば、持ち帰って、詳しく調べることができる。現代では、 商品として生産されるレプリカも人気がある。上述のような美術品、工芸品や、プロサッカーやプロ野球など、プロフェッショナルスポーツ選手のレプリカユニフォーム、映画の小道具を模した、プロップレプリカなどである。ブレーキなしの固定ギアバイクに乗る、サイクリストレース仕様のバイクを行動仕様にした、レーサーレプリカや、戦闘機の外観を模したレプリカ機や競輪仕様の、 バイクを行動仕様にしたトラックレーサーレプリカなどはコストや法規制の関係で仕様を変えることもあり全てが本物と同じであるとは限らない第二次世界大戦中の戦闘機の縮小レプリカを専門とするウォーエアクラフトレプリカズインターナショナルのような愛好家向けの会社も存在する美術やヒストリックカーの分野ではレプリカはオリジナルではない再生作品を指す この場合にはレプリカであることが明らかにされていないこともある。一方で公式ライセンスによるレプリカは実物と全く同じ工程で生産された本物に忠実なものもある。スポーツ選手が着用しているものと同等品である場合、一般的なレプリカと区別するためオーセンティックまたはプロコレクションと呼ばれる。一方でレプリカは違法な偽造、 模倣を指して用いられることも多い。特に紙幣や硬貨の偽造について使われるが、ブランド物の,の衣類、高級バッグ、アクセサリー、そして高級腕時計といった商品の模倣に対しても使われる。これらは海賊版や偽ブランド品などと呼ばれて叱るべきである。ありがとうございます。